10HP10HP は、カイエイチ・ロイスが1904年から1906年に製造した常用自動車である。20世紀初頭の自動車としては最高の信頼性を持っていた。フレデリック・ヘンリー・ロイスは若い頃苦労しながらも、事業に成功したものの長年の過労で1902年に体調を崩して療養を進められ、その療養中の1903年、当時最先端で、 耐久性の高さで定評のあった自動車ということで、フランスのドコービルが1902年に製作したガソリン自動車 12HP を中古で購入して数ヶ月使用した。しかしその不完全な工作によるエンジンやトランスミッションから出る振動と騒音、また制御の鈍感さに苛立った。また、本業のダイナモやクレーンなど電気製品が優秀な成績を上げつつも、 1900年代に入ってからアメリカ合衆国やドイツとの競争にさらされていたこともあり、自動車業界に参入することとした。当時多くの電気技術者が電気自動車に期待をかけていたが、当時の技術では必要な性能のバッテリーを自動車に収めることができず、結果電気自動車では航続距離が短く長距離移動が不可能であることをフレデリック・ヘンリー・ロイスは見抜き、 ガソリンエンジン車の改良を目指すこととした。当初フレデリック・ヘンリー・ロイスは、当時の自動車エンジンの静粛な回転を妨げていた、添加装置と機械機など部品単位で設計、製作をし、他の自動車メーカーに供給する考えであったらしいが、しかし数ヶ月進食を忘れて、研究施策に没頭した結果、理想とする自動車を作るには全部自製するしかないとの結論に至った。 フレデリック・ヘンリー・ロイスは、カイエイチ・ロイスの電気部門から数人を助手に選抜し、1904年に3台を試作した。エンジンは、当初の IK-53 イン工程コインの水冷直列2気筒、約 1810cc であった。点火装置は、当時の自動車において問題点が多かった箇所であるが、トレンブラー高圧コイルと、バッテリーによる点火装置により確実な点火を実現した。 フロートチェンバーを持ちシリンダーのサクションで吸い出す。現代と全く同じ原理のスプレー式キャブレターを採用。これ自体はロイスの発明ではないが、従来型がスロットルを閉じた時に混合技が濃くなりすぎ、不安定になるのを自動的に防ぐエアバルブを考案した。吸気管内の延伸式ガバナにより500から 1000RPM の間でエビンかつ自由に回転数を変更できた。 トランスミッションはオートバイ式、送りチェンジの 3MT、シャフトドライブと設計は平凡ではあり、これは工作が雑だったことを別として土工ビル中に HP の基本設計が優れていたためそれを踏襲したからだが、これらの改良により当初より静粛でスムーズな走行を実現。この点では当時の2気筒車の水準をはるかに上回った。ホイールベースは当初75イン。 1> 第1号車は1904年4月1日に完成し、フレデリック・ヘンリー・ロイス自身の運転で工場を出て、ロイスの自宅との間で走行実験が行われ成功したが、ロイスはこれに飽き足らず2号車を、社長のアーネスト・クレア・モントに、3号車を、パーソンズ・ノン・スキット・タイヤ・カンパニーの代表で、カイエイチ・ロイスの大株主だったヘンリー・エドムンズに、預けて、走行実験を続けた。 エドムーンズは、オートモビルクラブオブ、グレートブリテンアイルランド主催のテストに持ち込んで、素晴らしい成績を記録したが、この時のテストドライバーの一人が、チャールズ・ロールズであった。1904年5月4日にロイスは1号車で、マンチェスターに赴き、ミッドランドホテルで昼食を兼ねてロールズと会い、ロールズは独占販売したい旨申し入れると同時に、機当車の設計製作を依頼。 この階段後にメインベアリングが2個から3個に増やされて、信頼性向上が図られ、また 10HP をベースに3気筒化した 15HP、4気筒化した 20HP、6気筒化した 30HP が企画製造された。1904年12月クリスマス直前に、社名はロールスロイス都市独占販売権を CS ロールズが持つという内容の正式契約が締結された。 1906年にエンジンが内径ファイ35、16イン工程5インの2気筒、約 1995cc に拡大された。ホイールベースは後期型で97.2インに延長された。製造台数は16台とも19台とも言われ、3台が残っている。そのうちの1台は、最初のオーナーが10万マイル走行した後、ロールスロイスに寄贈した。 この個体のラジエーターはすでにバルテノンをかたどった形状になっている。3.14159にイコール1809.89424815。初期モデルの内径工程と排気量に関してノート参照。3.14159にイコール1995.40840858。変更時期の記載はない。ありがとうございます。